長岡市内の大学に通う2人の学生。何やら今日もアオーレ長岡でおしゃべりをしていますよ。今日はどんなことを話しているのでしょうか。少し覗いてみましょう。寒い。さすが長岡の冬だね。そうだね。冬といえばさ、もうすぐ冬祭りがあるよね。そうなんです。わー、私たちは長岡市祭り振興課の祭り盛り上げ隊です。冬祭りのことなら私たちにお任せください。確か長岡の冬祭りっていろんな地域であるんですよね。はい、長岡市では2月から3月にかけて6つの地域でそれぞれ特色のある冬祭りを行っています。6つか、たくさんあるね。あ、見どころを教えてください。喜んで。まずは冬祭りのスタートを飾る第1弾、2月8日のスノーフェスティバル in 越路。第2弾、2月8日9日の都庁融雪祭り。 VTR スタート。2月8日開催のスノーフェスティバル in 越路、会場はナルデ運動広場です。見どころはおよそ40の雪像が並ぶ雪像作りコンテスト。午前10時から地元の町内会や企業などが作り始め、午後2時30分頃に完成します。その他、雪山巨大滑り台やヘリコプター遊覧、アルビレックスチアリーダーズのパフォーマンス、日向のミニコンサート、飲食コーナー、お楽しみ抽選会、ホタル餅巻きなど楽しいイベントが盛りだくさんです。続いて2月8日9日開催の栃尾融雪祭り、会場は道の駅ルート290栃尾です。8日の前夜祭には雪上花火が打ち上がるほか、ジャズライブが行われます。そして9日は雪上ソリレースと油原神スタンプラリーを開催。油原神スタンプラリーでは会場内にある油原神のスタンプを3個以上集めるとプレゼント抽選会に参加できます。またスタンプラリーの台紙は栃尾ファミリースキー場のリフト割引券にもなり、今シーズン終了までの期間中何度でも使うことができます。ぜひご参加ください。越路の雪像作りコンテストすごいよね。栃尾の雪上ソリレースも楽しそう。そうでしょう。続いて第3弾、2月15日16日長岡雪鹿祭り。 VTR スタート。2月15日16日開催の長岡雪鹿祭り、会場はハイブ長岡と千秋ヶ原ふるさとの森周辺です。長岡百だるま大会やジャンボスノー滑り台、雪壁登り、ソイガイヤーとの餅つき大会、アルパカふれあい広場、ヘリコプター体験登場など2日間にわたってさまざまなイベントを開催。あったかお食事処食楽里、お買い物コーナー雪鹿市では40軒を超えるお店が並び、雪鹿祭り限定のメニューが味わえるほか、市内各地域のおいしい自慢の一品販売コーナーもあります。さらに雪鹿ステージでは恒例の雪の女王コンテストに加え、子どもたちが自慢の歌声やダンスを競うソング&ダンスアワードを初開催。子どもから大人まで楽しめます。そして雪原を幻想的に照らす雪明かりの中で打ち上げられる雪花火は15日午後6時からの予定です。ぜひご覧ください。雪花火綺麗だよね。夏の花火もいいけど雪の中で見る花火も好きだな。雪の女王コンテストにも注目だね。コンテストの出場者もまだまだ募集してますので、お二人も出場してみてはいかがですか。どうする、出ないよ。出てみない。続いては第4弾、2月22日越後川口雪道ひぼたる祭。第5弾は2月22日23日小国雪まつり雪上エンデューロ大会。そしてフィナーレとなる第6弾、3月8日の越の火祭り。3つまとめて VTR スタート。2月22日開催の越後川口
雪道ひぼたれ祭。会場は川口運動公園です。宝探しなどの雪上レクリエーションや地元名産うまいもの屋台などが楽しめます。去年誕生した川口地域のマスコットキャラクター川口も登場します。見どころは雪積み合戦。チームで協力し合い、最も雪を高く積み上げたチームの勝ちです。そして夕方からはおよそ2万個の雪明かりを点灯。雪上花火が祭りのフィナーレを彩ります。続いて2月22日、23日開催の小国雪祭り雪上エンデューロ大会。22日は集落で幻想的な雪ボタルが灯ります。23日の見どころは雪上エンデューロ大会。全国から集結したバイクレーサーが雪しぶきを上げて走り抜ける迫力満点の大会です。その他、小国ならではの味覚や親子で遊べるスノーチューブも用意しています。そして最後は3月8日開催の越の火祭り。会場は四季の里越です。雪中闘牛や出張アルパカ牧場、特産テント村など山越ならではのイベントが満載です。見どころは高さ25メートルにもなる日本一の祭の神、無病息災、五穀豊穣、災害からの復興を願い、午後6時から点灯式を行います。祭の神と共に打ち上がる花火も必見です。祭の神と花火の共演をお楽しみください。川口の雪積み合戦白熱しそう。雪上エンデューロもかっこいい、迫力あるよね。そうだね。でもさ、日本一の祭の神も見たくない？見たい見たい。どのお祭りに行く？迷っちゃうね。それなら全部行きましょう。六大冬祭り制覇です。制覇すると嬉しい特典があるんですよ。嬉しい特典？それはこの長岡オリジナルのなっちゃんマフラータオルとマルチポーチがもらえるスタンプラリーだっぴー。マフラータオルの絵にはなっちゃんがいっぱい隠れているんですよ。冬祭りの会場に各地域のゆるキャラのスタンプが置いてあります。スタンプを3つ集めるとどちらか1つをプレゼントします。6つの冬祭りすべてに来ていただければ両方ともプレゼントしますよ。すごい、いいね。行こう、六大冬祭り。まずは越路と都庁だね。そうですね、長岡の冬を思いっきり楽しんでください。会場で待ってます。今回のなるほど長岡はいかがでしたか？まだまだ寒い日が続きますが、各地域で楽しいイベントが目白押しです。ぜひ皆さんも越後長岡六大冬祭りで雪国ならではの遊びを楽しみましょう。それでは今日はこの辺で、次回のなるほど長岡もお楽しみに。